エルンスト・フロランズ・フリードリヒ・クラドニー、エルンスト・フローレンス・フリードリヒ・クラドニーは、ドイツの物理学者、天文学者である。音響学の分野に貢献する一方、隕石が地球外に起源があるという説を初めて述べたことでも知られる。ライプツヒ大学で学んだ。音響学の分野で平面の振動を可視化する方法を開発し、1787年に、 著書イントで根源ユーバー大テオリーでクランジズを表した。天文学の分野では、ドイツの博物学者、ペーター・ジーモン・パラスが、ロシアのクラスのヤルスクから持ち帰った、パラス石を調べ、1794年にウーバーデン、ウルシュップリング・デア・フォン・パラス・ゲフンデネ・ウント・アンダラー、イヤ・アンリッチャー・エーセン・マッセン・ウント・ウーバー・エーニゲ、ドミット・インフォー・ビンディング・ス・テンド・ネイチャール・シェーナンガンを、 表し、隕石の地球外気原説を初めて唱えた。当時のアレクサンダー・フォン・フンボルトや、ゲオルク・クリストフ・リヒテンベルクといった学者たちからは、その説は認められなかったが、数年後の1803年4月に、フランス、ノルマンディのレーグルに隕石が落下したことや、イギリスの科学者、エドワード・ハワードの隕石の化学成分の分析結果などから、 隕石の地球外気源説は認められることになった。また1790年にユーフォン1799年にクラビシリンダーなどの楽器も発明した。火薬、パラス鉄などの起源と関係する自然現象についてクラスのヤルスク隕石。ありがとうございます。